にちは、ゆうかりチャンネルです。今回はこの付箋を使ってウルトラマンの世界を完全再現という本を見つけましたので、こちらを使って作品をいろいろ作っていきたいと思います。では本の中を簡単に見ていきたいと思います。まずいろいろな作品が載っています。こちらはウルトラ Q です。懐かしい怪獣があって、こちらウルトラマンの怪獣ですね。で、次がウルトラセブンの怪獣がいろいろと載って、作品として載っています。帰ってきたウルトラマンですね、はい、懐かしいキャラクターがいろいろあります。ウルトラファミリー、ウルトラの父、母なんかが見えます。簡単に作り方が書いてあって、でこちらを使って切り抜きをしていくというものがついています。こちらの本を使って、まず、先ほどの影になっていた台紙をコピーして、それから作っていきたいと思います。ではまずこの付箋ですね、付箋を用意します。それからこのデザインナイフ、こちらも、100均で購入しました。はい、こちらを使って切り抜いていきます。ではまず付箋を、はい、1枚準備いたします。でこの付箋に怪獣の台紙をコピーしたものを適当な大きさに切って、これを貼ります。でこちらにデザインナイフを入れて切り抜いていきます。コツとしてはカッターを動かすのではなく、こちらの付箋の方をくるくる動かしながら切っていくのがやりやすいと思います。100均のデザインナイフなので、あまり切れ味が良くないのかなという感じです。文房具店などに行くと、もう少し高い切れ味のいいデザインナイフがあると思うんですが、今回はこの100均のナイフで切っていってます。ラインに合わせて切っていきます。細かいところは何回か分けて少しずつ押し切っていくような形で切っていきます。細かいところなんかはこのように少しずつ刻んでいきます。あと目打ちなんかを刺して目なんかはくり抜いていけばいいというふうに本には書いてありましたが、今回はすべてデザインナイフでやっていきます。裏面も切り残しのところを切っていって、はい、だいぶ形が見えてきました。で台紙を剥がして細かいところをくり抜いて、少しささくれたところもありますけど、一応こちらで完成ということになります。どうでしょう、はい、こちらです。一応バルタン星人に見えますでしょうか、
はい、このような形になります。でもう一つウルトラマンも切ってみました。はい、いかがでしょうか。他にもいろいろ怪獣があるのでまたやってみたいと思います。